皆さんこんにちは、かなみんこと辻のかなみです。アニハセヨー、キョヌンかなみんイムニダ、ということで本日は宣伝部員さんと作る超特選ホールツアー2023で訪れる全国10カ所のグルメ、お土産、観光地のおすすめということで、本日は6カ所目、大阪です。大阪、7月のね16日日曜日に大阪の NHK 大阪ホールにてライブをさせていただきます。ありがとうございます。はい、ということで特選で大阪に行かせていただくのは今年の4月の大阪城音楽堂でライブをさせていただいた時以来になります。お久しぶりに、3ヶ月ぶりぐらいかな、2、3ヶ月ぶりに行かせていただきます。今回も事前にインスタグラムの方で皆さんにおすすめのものをね教えていただいたので、それをご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでまずはグルメです。グルメで一番多かったのはですね、やっぱりたこ焼きですね。まあでも大阪といえばたこ焼きってイメージが私の中でもすごい強いんですけど、その中で私がねいいなと思ったのは、あ、ここは最初のここはね私も好きなんですけど、和中の釜炊き塩。そう、私ねたこ焼きの塩味が本当に好きなの、大好きで、ここには塩味があるので皆さんぜひ食べてみてください。そして気になったのが甲賀流のブラックペーパーソルト&マヨネーズっていうのも、初めて聞く味です。ブラックペーパーソルト絶対美味しいじゃん、プラスマヨネーズっていうことで気になります。あとね、会津屋本店たこ焼き発祥のお店ということで、発祥のお店のたこ焼きも気になりますね。あとね、踊りだこっていう、なんかねたこ焼きの中だいたいカットされたたこが入ってるじゃないですか、じゃなくてなんかもう足も生えたたこが丸ごとそのたこ焼きの中に入ってるっていう、美味しそう、タコをすごい感じれるたこ焼きですね。食べたい、絶対美味しいじゃん。いいよね、タコ美味しいからね。あとね、タコせん。そう、タコせん美味しいんですよね。前ね、大阪に行かせてもらった時食べたことあるんですけど、エビせんでたこ焼きとソースを挟んだものになっていて、パキッとしたせんべいとたこ焼きのふわふわとした食感のハーモニーが癖になりますっていうことで、そう、私も友達とかとたこ焼きパーティーする時とか、あのたこせんやりたくてエビせん買ってきて乗せてよく食べたりしています。あとね、小さい頃にねエビせんに目玉焼きを乗せてソースとマヨネーズをねかけてね食べるのもねめっちゃ好きだった。なので皆さんももしよかったらやってみてください。そして続いて多かったのがお好み焼き。そうだけどね、お好み焼きね意外とね少なかったんですよ、皆さんにいただいたの。水木の粉を使わない 100% の山芋の山芋焼きが人気っていうことで、私ねネバネバしたの苦手なんですけど、ちょっと興味湧きました。あとね、山本のネギ焼きが美味しいらしいです。私ネギ大好きだから食べたい。アホヤのペチャ焼き、たこ焼きとチーズを卵で包むちょっと変わったオリジナリティあふれるアイディアメニューということで、これも気になります。あと龍の巣のカスうどん、カスとは牛のホルモンを油分が抜けるまで低温でカリカリ揚げたもの、通称油カスと呼ばれ、高タンパク低脂肪、おまけにコラーゲンたっぷりという女性にも大人気の食材。
外はカリカリ、中はプルプルの食感と、油が抜けているので旨味だけが残っていて、どんな料理にも合う魔法の食材。気になる。使い方は簡単。ただ入れるだけで旨味がアップし、やみつきになるのが間違いなし。ということで、このね、かすうどんもね、めっちゃ美味しそうと思って食べてみたいです。いいね。なんか体にもいいっていうのも魅力の一つですね。はい、こんな感じで、もう美味しそうなものすでにいっぱいありますが、続いてお土産に行きたいと思います。それではどうぞ。お土産のおすすめダントツ一番はやっぱりいくろおじさんの店の焼きたてチーズケーキでした。これね、なんかシュークリームも美味しいということで、シュークリームも気になりますね。私はいつもこのチーズケーキしか買って帰ったことないんですけど、すごいね、もう分厚くてね、ふわふわでね、めっちゃ美味しいの。もう出来たても美味しいし、冷やしても美味しいし、そう、本当に重すぎず、なんだろう、本当に一人でワンホールいけるレベルの美味しさです、これは。あと、551、蓬莱の豚まん、シューマイ、肉団子、あとね、夏限定のアイスキャンディーということで、そして551のね、本店でしか買えない数量限定のあんまんもあるみたいで、これはね、結構売り切れてることが多いみたいなので、皆さん買うときは早めに行ってみてください。もう551はね、もう大阪行ったら必ずと言っていいほど食べてますね。食べるか買って帰るか、もう本当に美味しい。お肉がね、もうぎっしり詰まっててめっちゃくちゃ美味しいので食べてみてください。マサヒコオズミの座布団モンブランっていうのがあって、めっちゃ可愛いんですよ。すごいおしゃれなデザインのケーキになっているので、これ気になる。なんかすごいこだわって作っているみたいなので、気になる方食べてみてください。食べたい、私も。あー、お腹空いてきた。そして松前屋の昆布の水塩旨味をスプレーすることができる万能調味料ということで、ボトルにね、その昆布の水塩が入ってて、なんか食べ物とかにかけて旨味をアップすることができるみたいです。お土産もね、なんか今まで買ったことないものも教えてもらうことができました。続いては観光地です。じゃじゃん。観光地は大阪城。会場の近くにもあり、広い公園もあるみたいなので、皆さん、まあ、暑いとは思いますがくつろいでみてください。そして大阪水上バス、アクアライナー、いいね、水上バス、海の上をあ、おすすめは水面から見る大阪城ということで、いいね、水面にも浮かぶのはとても綺麗ですね。そして森の宮キューズモール、昔そう、私たちがライブをさせていただいたことのある場所ですね。もう覚えてますよ。もう思い出、いろんな私たちの歴史の詰まった場所でもあります。あと会場近くにこの間ライブをさせていただいた大阪八尾もあるということです。そして阿部のキューズモール、これも私たちが以前ライブをさせていただいたことのある場所です。フリーライブをやってた頃、会場から遠いけど USJ 早く行きたい。特選メンバーでみんなでね、 USJ 行けるのは決まってるんですよ。でも日程が決まってない。いつ行くの？いつ行けるの？早く行きたい。はい、ということで大阪の魅力、皆さん伝わりましたか？もうね、いろいろ食べ物も観光地もね、皆さん楽しんでみてください。私も今回は何のお土産を買うか今からワクワクしています。皆さん、それでは
ライブに来てくださる方は一緒にライブを楽しみましょうので、来れないよって方はぜひ大阪に行った際、今回のね、このグルメとか観光地、ぜひ参考にしてみてください。それでは、またねー。バイバイ。